どうしますこれ、挑発持ちも身代わり持ちもおらんからな。まあ、負けてもやめるしか、ポケモンアカデミーちょっと、ちょっと時間、ちょっとな、他にな、いろいろ手広くするでできてへんねんな。ポケモンパは全然 SF やねんけど。あ、てか今日登録ボタンのね、動画し新しく収録したんでね、ちょっとそれは次回から使いますわ。はい。で、ことで、ちょっとこれ、ちょっとどうしようこれ。これきつくね？くっそきついよな、これな。どうしよう。まあ、多分ガバルドンは来るやろね。カバルドンはまず入ってくるとは思うねんけど、カバがでも来たとところで、カバ来たところで、うわ、ちょ、どうしようこれ、マジどうしたらいい。先方で多分この試合決まるわ。カバルカやんな。まあ、多分カバルカでバーン来ると思うねんけど、やったらまあクレセリア入れときたいけど、まあそれ、まあ、クレセリアをがどうしようもない。やっぱサダンドラとかの辺は、でもマリルリで何とか、マリルリクレセリアかな、やっぱり。そしたらマリルリクレセリアが確定条件で、でもハッサマも無理やろ、明らかに。キノガッサかな、やっぱり。いい感じの弱点つける。まあ、ごめん、ちょっとそれやったらごめん、ちょっとキノガッサ出しちゃったらあれやわ。モロバレル無理やから、もうマリルリクレセリアファイアローももう確定で。いや、ライボルトってでも刺さってなくない？ライボルト刺さってなくない？もうこのまま配信頻度下がってないやん、別に。今月入ってもすでにだって2回目やん、今日だって。何が下がってんねん。ごめん、ちょっとヒトムは、もうごめん。ライボルトはちょっと無理な気がするから、この相手のパーティーに対して。まあ多分ルカリ、カバルカで来るから。勝ちたいな、最後。ちょっと真剣に勝ちに行こう、これ。真剣に勝ちに行こうぜ。頼む。頼むぞ。オッケー！まあ、オッケーか。まあ、よしとしよう、ここは。まあ、でもな、残念ながら。やっぱ、ごめんやけど、やっぱりもう、マリルリさ、腹太鼓型やめよう。うん、マリルに腹太鼓型ちょっとやめるわ、俺。ハチマキにするわ。ハチマキじゃない、ハチマキちゃうわ。何やった？まあ、チョキね、チョキ型。はい、大変申し訳ございませんでした。ちょっと本当にね、皆さんにね、申し訳ない気持ちをもういっぱいあるんですけど、ちょっとその前にいらしてくれ。おい、このニコニコライブエンコーダー、なんやこのクソツール。マジで。なんでああいうバグが起こんのこれ、ほんまに。いや、マジで、ほんまにちょっと言わせてください。これ、俺もうずっと何回もこれ再接続しまくっても繋がらんから、結果的になって、枠取り直しになっちゃったの。もう、だってこれおかしいじゃんな、いや、もうすいません、もう。すいませんでした、もう。いや、ちょっと、しかも何が最悪って、俺みんなに見てほしい。みんなに見てほしかった。みんなに見てほしかった。さっきの試合はみんなに見てほしかったな。いや、だからその、障害対応しつつね、俺、片手間でバトルやって勝ったのにね。すいませんね、ちゃんとに。バトルビデオちょっと報道してないんで。すいません。違う。マリルリの原田役が決まって、潰した相手を。うん、マリルリの原田役が見事決まって、相手の、ヒトム、カバルドン、モロバレルを3立てした。いや、マジ、買ってん、ちゃんとレート見てじゃ。レート見て、ほら。ほら、これ。過去最高やろ、これ。よし、ちょっと当たっちゃ、ちょ、ごめん、ちょ、これ、ちょ、これ、これ最後にしよう。ほんまに、これマジ最後にしよう。最後にしよう。うん。
え、何このパーティー、おかしくない、なんで最後にこんなん来んねん。いや、ちょっともう終わる、ちょっともうね、ほんま寝なあかんか、終わるわ、ちょっと。歯も歯を磨かな、磨いてへんし。口が臭い、もう。ちょっとほんとすいませんでした、今日の、さっきのは、ちょっとま、いや、今日はほんま1時間で終わるつもりやったから、1時間で、ちょっと撮っててね、もう1時間で終わる思っててんけど、いい感じの、やっぱとこにあったとこでああいう風になるから、やっぱ最初からもう6時間届かなあかんな、もうほんまに。もうこれはもう、やっぱ二度と同じミスを繰り返してあかんな、マジで。やめよう、ほんまに。うん。ちょっと待って、このクソパーティー、マジ勘弁してや。だってありえなくない、こんなんもう。まぁ、ちょっとやっていこう。はい。では、相手の方、たけしさんですね。よろしくお願いしますと。いや、ほんと、先ほどのね、ちょっと、先、ちょっとバグってすみませんでした、ほんとにもう。ほんとにすみませんでした、もう。ちょっと待って、これ、どうしたらこれ、だいぶ、多分、雷光にやられんねん、このパーティー。このパーティーって、実は雷光にめっちゃ弱くて、だから雷光にやられる、気がしてならないから、どうしようかな。ガッサ入れようか、じゃあ。ガッサやな。ガッサ入れよう。ガッサ、セリア。ガッサ、セリエ、セリエ。セリエ、ああ。昨日、ガンバ大阪、クレー、セリエ、ああ。マリルリ。ちょっともうすいません、あんてや。エンテー、決勝塔の帝王、エンテーか。決勝塔の帝王、エンテーがまさかここに来るなんてな。変えようか。変えます。変える。ちょっとガッサーはね、温存しときたい。うん。でもいけるかもな、案外。なんか希望が湧いてきた、エンテーを見て。なぜかエンテーを見て、希望が湧くっていう。あ、せやなるほど、ちょっとこれはきついな。やけどやろ？あれ、やけどしないんや。あ、やけどしないんや、意外と。エンタ引っ込めて、ガブとか来ない。あ、ライコやな、ライコか。ライコか、あ、ライコ、あー、もうライコでエンジアで麻痺しないんや、こいつ、うっとうしい。しかも全然色違いか。ってことは、気合玉持ってる、こいつ。ってことは、こいつ気合玉持ってるな。うん、気合玉持ってる個体である可能性が非常に高いな。あ、5割なんか、波動なんか、すまん、波動弾やった。波動弾か。電磁が当たる確率やな、そうやな。いや、でも、うっかりややんな、こいつな、どうせな。うっかりやってことは、でも、シャドーボール持ってる可能性も非常にあるということは考えると、ちょっとでもな、でも普通にやっぱ10万ルで殴ってくる可能性も非常に長いってことを考えてしまうと、ちょっと一回、机の光で受けようか。うん。あ、身代わり？なるほど、OK。ノイコやるんや、この方で。でぶっちゃけライコの気合、あのさ、波動なんてさ、使い道あんのかなっていうふうに思う俺。うん。ちょっと様子見で、じゃあ、最後元素一発ぶっ放すか。いや、ちょっと本当にさっきの、あーもう、ノイコやんけ、完全に。バンギー打つしかないよな。ネタパレしてはでもレート1600ぐらいあったからな、こいつ。やべ、壊せなかった、終わった。ちょっと待って、これ起点される可能性あるな。もう一回積んでくるか。もう一回積んでくるやんな。もう一回積んでくるよね。もう一回積んできてくれ、頼む。なんで殴ってくんの、そこで。もう嫌や、もう。
ちょっとマジ嫌やって、こいつライコ気色悪いわほんまに。気色悪いってライコさ。いや、ガスの種マシンガンで貫通しようかなと思って身代わりを。なんでやねんってマジで。もううっとうしいな。もういや、降参するかもう。降参したくない、もうなんか。きっしょ、もうこれしかできへんのやろ、どうせ。だから身代わり張って、瞑想打って、10万ボルト打ってるだけでええやろ、お前。気色悪い、お前。くたばれ、マジで。冷凍から消えうせら、ボケかぞ、ほんまに。でもこんなキモいやつも相手しないもん。もういいわ、もう。もうほんまにもういいよな、こういうやつな。くだらないわ。くだらなすぎて、もうあくびが出るわ。もうくだらなすぎて あくびが出るからもういい。もうエモい、降参するもん。降参、もうこんな降参ってやもん。もうこんなね、相手にするだけ無駄な時間のな。ちょっとあと、じゃあ一回だけやって終わる。もうこれがもう最後。だから多分冷凍ね、落ちてないと思う。1600以下に。あ、ごめん、落ちたわ。ごめん、落ちたわ、これ。うん。ちょっと待って、これも45分から、寝よう。1時にはね、もう1時になったらもうすでに俺もう睡眠状態に入るから。それまでの辛抱やな。うわ、もうクソみたいなパーティーやな、また。ミドクイーンちょっと、意外とエグいからな。気をつけないと。ミドクイーンが意外と意外とね、エグいねんな。うん、で、これちょっと相手、アイドルパーティーでやると、俺どうやって対応するかって言ったら、もうまあ、ファイヤロー。ごめん、アロー無理。もう、ハッサム、ハッサー、ハッサー無理やな。ハッサム全然入らへんな。ボルトセリア、ボルトセリアガッサかな。ボルセリが、いやもうガッサ入れたらだって、クレセリアだって絶対相手入れてくるもんだって、やったらガッサとか入れてる場合ちゃう。もうハッサムや。あー、まあ、間違えた、間違えた、ちょっと待って、ライボルトとハッサム一緒に入れてあかんって、もう。馬車さんだ、納豆対策に定評なのによく、やっぱ二度食いもそういう使いどころが見つかってくると面白いよね。あ、クソガブか。クソガブか。なるほど。これ買った。ごめん。この試合ちょっと買ったわ。相性が良すぎる。メガ進化からのメザッパで終わり。キャプボだからこれ、それ、偽ドロやって、偽ドロ。いや、スカーフやったとしても、どのみち、おー、おっしゃった。よっしゃー、勝ったー。これでっかいな、マジで。よっしゃー、しかも降参してきた、やったー。よっしゃー、勝ったー。よっしゃー、やった、勝ちました、皆さん、勝ちましたー。よし、終わろう、寝よう。オッケー。いや、もう寝る、もう寝る、はい、終わる。
でも同じやんだって、そんなんね、なんぼね、バーって、ね、一生懸命やって買ってもね、相手が大差して買っても同じやからね、同じ価値分かる。レートっていうのはそういう世界やん。シビアな世界やん。もうレートさえ上がれば何してもいいって世界やんか。結果が全てや。家庭を楽しむのはそんなフリーバトルでやることなんか。いやでもなんであれで降参してきたんかな。別にクレセリアやったらまだね、わからんかったかもしれんのに。ちょ、とりあえずじゃあ明日そこの、この埋め合わせはね、埋め合わせ明日やる。あー、でも明日ちょっと帰ってくるの遅いかもな。遅いかもしれんけど、まあ、でも埋め合わせ明日やるわ。あ、この埋め合わせちょっと明日やります。まあ、今日はちょっとレートがやっぱ1600台に乗ったってことで、まあ、ちょっとまあ、祝うべき日かなっていう感じで。はい。だから埋め合わせ全部やる、明日やる。ちょ、今日はもう終わる。すまん、終わります。はい。さっきのね、ちょっと、ライコの方にはちょっと暴言を吐いてしまいまして、すいませんでした、本当に。もしね、配信を見てらっしゃったらね、見てらっしゃったらね、本当に不快な思いをさせてしまってすいませんでした。はい。